声聞こえる？もう全部素直に言うわ。昨日の夜、お父さんと前代未聞の喧嘩をしちゃって、もう理由も全部言うわ。おととい、動画の編集で寝なかったのね。で、昨日、緊張して寝れなかったの。で、今日結婚式なのね。お姉ちゃんの。で、昨日の夜、もうほんと限界で体動かなくて、ちょっと明日の朝、始発で帰るわ、っていう話をしたのね。そしたらお父さんがそれにマジ超キレちゃって、ものすごい、わーってお父さん俺に怒ったの。で、俺もなんか知らないけど、高校生みたいにキレちまってさ、おめえぶっ殺すぞ、この野郎みたいな。お父さんに本当に、今、電話だっていうのをいいことにさ、本当その俺言ったことないのに、おめえ今から殺しに行くかんなぐらいの、なんかわかんないけど、怒っちゃったの。自分失って。で、それでお父さんがおめえとはもう縁を切るって言い始めて、わあ、先生するねって言って俺も言っちゃったのね。ああ、よかった！足手まといがいなくなってマジでよかった！って俺言っちゃったの、本当に。それぐらいの勢いで。で、お母さんが仲介に入ったんだけど、なんかお母さんが仲介に入ってくれたんだけど、なんかお母さんとも喧嘩になっちゃって、そこで。みんな俺のこと分かってくれないって俺が言っちゃって。もうなんであんなこと言っちゃったんだろう。俺30年間唯一大事にしてきたのはさ、家族だったのにさ、みんなが俺のこと、お父さんが俺のこと分かってくれねえからもういいよって。もう唯一大事にしてきたのに、昨日の夜はさ、もう俺もなんかね、頭に来てたから、もうそのまま寝たんだけどさ、もう今日朝起きてからもうすごい青ざめてきちゃってさ、仕事なんてさ、クビになったら別にまた働き口探せばいいじゃん。ニコニコ人気出なくなったら別に辞めればいいじゃん。で、家族との縁って切れないじゃん、一生。いや、もうほんとに謝んなきゃ、マジで。もう、やってしまった、マジで。なんで、今までそんなことしたことなかったのにさ。なんかいろんな、多分向こうも溜まってた。じゃ、俺が悪いのね。多分、最近ちょっとなんかいろんなことに熱中しすぎちゃって、もう家族と連絡全然取ってなかったの。お母さんから来た LINE とかも、もう返してなかったのね。だから今現状を正しく伝えてなかったからさ、もうそれがいけなかったんだろうけど、多分そういうのがいろいろ溜まってて、もうちょっと俺頭丸めてお父さんとお母さんに今から土下座してくるわ。明日の配信までには帰ってくる。おい、ちょっとやばいわ。ちょ、俺今から頭丸めてお父さんとお母さんに土下座してくるわ。いや、ちょっと、ありえない、マジで。いや、もうほんと、これはもう本当に、唯一してはいけない。本当にね、一番、やってはいけない、ことをしてしまった、本当に。二十歳ぐらいだったらまださ、修復可能だけどさ、多分さ、俺がここでさ、本当にさ、携帯電話とかも変えてさ、住んでるところも引っ越しちゃったらさ、マジで家族とのちぎりが、俺の唯一のアイデンティティが、断たれるじゃん。許してもらえるまで本当に謝ってくるわ。本当にさ、あれだよね。すぐ容量がいっぱいになっちゃってさ、何も手、俺さ、アスペリの毛があるからさ、熱中すると本当にそのことだしか考えられなくなっちゃうの。やっちまったな、マジで。なんでそんな風になっちゃったんだろう。そんなことありえないのにさ、今まで。なんか切れちまった。本当に切れちまった、俺も。お、いいよな、おめえらみてえなバカはよみたいな。何にも考えないでよ、家作ったらいいんだもんなみたいな。もう本当に何であんなことしちゃったんだろう。おまんま食わしてもらってたのに、お父さんに。もう最悪、マジで。笑う鬼の子だって言ってた、お父さんが。ああ、もう本当に。ちょ、許してください、本当に。
本当にすいません。お父さんとお母さん、本当に、じゃあ俺、本当にどうかした、俺が。本当にあれだよ。エリート意識なんかねえよ。エリート意識なんかねえよ、俺。何にもねえよ。もう、本当唯一のあれなのに。いや、許しませんって言われても俺、許してもらえるまで、絶対に。許してもらえるまで、ここを動きませんって、もう俺も。ちょっと悪い、行ってくるわ、じゃあ。明日の配信までには帰ってくるから。じゃあ、お母さん泣いてるよ、絶対。ちょっと、行ってくるわ。心の整理がついたわ。ちょっと本当に、今すぐ行ってお父さんとお母さんに土下座してくる、マジで。さよなら。ちょっとね、これから、両親に 謝りに行くのを、ちょっとひよってしまいまして。一応、姉と、姉の旦那さんにはちょっと頭を下げて本当に申し訳ありませんでしたと伝えてきました。つうか、その地元の連中に久々に会ったんだけど、連中っていうかその先輩にね、久々にお会いしたんだけど、みんな結構俺がニコ生やってること知ってるみたいで、すごい恥ずかしかったわ。ああ、もうほんと緊張する、どうしよう。どんな顔して帰ればいいんだろう。絶対殴られるだろうな、マジで。あ、マジで緊張する。バリ生とどっちが緊張する？今だな。ちょっとじゃあ皆さん、さよなら。ほんとこんなしょうもない枠に付き合っていただきました。ありがとうございました。じゃあ、加藤純一、ちょっと、誠心誠意の謝罪をしてきます。